バラモン系は、日本のプロレスラー。本名、佐藤恵。双子の弟であり、兄で同じく、プロレスラーのバラモンシュートタッグチーム、バラモン兄弟を結成して活動している。道のくプロレス限定で、本名名義で活動していたが、2012年1月14日の、道のくプロレス。 ヤハバ町民総合体育館大会後より、兄の衆と共にリングネームをバラモン名義に統一した。東流門の旧規制として、メキシコへ渡る。2002年5月11日、メキシコシティのアレナコリセオでデビュー。デビュー時は、シャチマジン4号を名乗り、シャチマジン1号、2号、3号と組複製、厚大柳にしきなり、小川内淳。 菅原拓也組と対戦した。日本では、東流門 X を中心に活動したが、2004年9月9日の、東流門 X 自主興業終了後は、道の区プロレスに、主戦場を置いた。双子の兄である、佐藤修、及び石森太氏にと、セーラーボーイズを結成して、ベビーフェイスとして活動し、東北タッグ王座にも挑戦した。 歌を歌いながらの入場シーンが有名であったが、2005年7月9日、青森産業会館大会で、同じく歌を歌う気仙沼二郎との、歌コントラ化というコントラマッチを行い敗れ、入場シーンからは、歌が消えた。だが、同年9月10日、高楽園ホール工業で、ザグレートサスケを加えた、ニューセーラーボーイズとして、歌を歌いながらの入場が復活した。 2005年10月、ガンマ、菅原拓也と組んで、ヒール、ストーンドを結成。正式所属を、プロレスリングエルドラドに移すと、バラモン兄弟とリングネームを改めた。バラモンの元ネタは、宮下明の漫画、メラモンの家族からである。道の区プロレスでは、その後もしばらく、佐藤修、恵みのままであった。 大阪プロレス参戦時に誤爆による椅子オーダーで流血して以来頭に包帯を巻き狂ったような歩き方と言動をするようになる一時期は感知されたのだが試合中に誤爆する旅控室へ戻り狂いキャラとなりバケツなどの狂気を持ってくるようになるバラモン兄弟として防洋風宗教団体の格好をして水晶などから未来が見えるようになる口からは 緑のスライムを吐き出す。エルドラド最終工業では、兄弟シングルマッチが実現するもやはり、お互い協力したレフェリー暴行により、没収試合となった。2011年12月11日、宇宙大戦争ファイナルに敗退し、敗者ルールにより、岩手県内の大会から追放になるが、翌年の1月15日ヤハバ大会の前、試合終了後に、 兄のシュート登場して、拳王が結成した、アシュラエバ・バラモン兄弟として合流した。諸事情でシュート分かれて試合する時などに、K の代わりとして、自身が推薦した、アメリカ人のミスター・プッシーが、紅白プロレス合戦等へ、スポット出場することがあったが、2013年10月6日の、道の区プロレスで、K 本人が招待だったことを明かしている。 2021年1月、兄の衆が、頸椎損傷により長期欠場を発表。以降は、頸檀隊での参戦となっている。6月開催の、全日本プロレスのジュニアトーナメント戦、ジュニア、バトル・オブ・グローリーに出場することが発表された。バラモン兄弟バラモン信者とも呼ばれるファン層ともなれば、試合中であれ彼ら二人を見分けることは容易であるが、 そうではないファン層にとっては、どちらがヒーでどちらがメイグマなのかを試合中に見分けるのは、至難の号である。タッグマッチでの出場機会が多く、基本的に同じコスチュームと同じ髪型と、双子ならではの似ている顔であり、見分けるポイントは使用着か、わずかに違う装飾のみである。過去から現在に至るまで、 区別がつくようにめぐみが、エルボーパッドを着用するなど明確な違いをつけてきて、いたが、すぐにシュウが同じものをつけてしまい、またわからなくなることも珍しくなかった。2011年現在では、めぐみのみ、オープンフィンガーグローブを着用しており、シュウは素手であるため、試合中遠目に判断するにはグローブを着用しているか否かが、最も判断しやすい材料となっている。 東京霊山の豊、本名庁が見分け方として見つけたのが、髭の短い方が、週、長いのが恵み。ありがとうございます。